ヨギボーウィーリーグ第3節千葉対ベレーザの試合、解説は山根恵里奈さんです。まずベレーザのチャンス6分です。北村から植木のヘディング、素晴らしいですね。本当に35分千葉のチャンスです。最初のチャンスでしたね。南野から大沢のシュート、田中桃子が弾きました。これが入っていればというところですね。そうですね、また入るか入らないかで大きくゲームは変わっていたと思いますね。そして43分ベレーザのゴールシーンです。木下ドリブルからそのままゴール、中が空いたところを見逃さずに本当に自分で切り込んでシュートまで持っていく、素晴らしい木下選手の個人技だったと思います。 B リーグ初ゴールを決めました。そして後半に入ります。55分ベレーザのチャンス、このこぼれ球を清水が狙っていました。やっぱり逃さないっていうところを常に考えて、先ほども竹本監督おっしゃっているように考えてプレーする、それがああいう場面にもつながるのかなと思います。61分千葉のチャンスです。大沢、曽根のシュート、思いっきり振りましたが、そうですね、相手のディフェンスもよく見てこうコースを狙い定めて狙ったと思うんですが、ちょっとアウトにそれていってしまいましたね。そして65分ベレーザチャンスを作ったのは清水、植木、最後は小林、仕掛ける蹴ると見せかけてしっかり切り返して、あとは触るだけのボールを植木選手がしっかり送ったなと思いますね。小林選手もしっかりと体投げ出して素晴らしい飛び込みをしたと思います。小林、ウィーリーグ2点目です。そしてアディショナルタイムです。三浦、パスが全てですね。最後は菅野、気持ちよく決めました。このパスも浮き球も技術高いですし、菅野選手のトラップからシュートっていうそこの速さ、技術も素晴らしかったと思います。